はい、皆さんこんにちは。今日はですね、小技シリーズです。靴の匂いを、靴の嫌な匂いを取る方法いきます。ですね、必要なものは10円玉です。10円玉ばっかり、まあ、10枚ぐらいお用意してください。それを靴の中に入れます。じゃあ入れていきます。だいたい10枚ぐらいありますので、靴の中に入れてください。ちょっとまあ全体的にというか、奥の方がちょっと臭くなると思うんで、奥の方まで入れます。ちょんちょん入れますね。はい、これで、夕方、お仕事もしくは学校とか帰ってきましたら、10円玉をポーンと放り投げてください。靴の中に。それで、翌日まで置いておきます。玄関に置いて置きます。はい、玄関にこうやって置いておきます。そうすると靴の嫌な匂いが取れます。見てください。で、これはなんでこういう靴の嫌な匂いが取れるかと言いますと、この10円玉は10円玉じゃないとダメです。これが1円、100円、500円、5円でもいけません。10円玉でやってください。この銅は嫌な匂いを取る、嫌な匂いのバクテリアの嫌な匂いの成分を、殺菌するというか、消滅させる、バクテリアを消滅させる効果があるので、銅にはそういう力があります。なので、100円玉とか500円玉とかでやらないようにしてください。10円玉が、銅製なので、この嫌な匂いのバクテリアの靴から削除してくれますので、靴が臭いなと思ったらこれをやってみてください。消臭力とかいろいろ、あと靴の脱臭の道具が売ってますけども、10円玉で、たくさんある人はこれでやってみてください、ね。じゃ最後1曲、もうどうにも止まらない、じゃん。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。またねー。